ニュースポストセブンです。宇宙に旅立ちました。宇宙好きを公言する滝沢カレンさんが宇宙を疑似体験しました。やってきたのは日本科学未来館で開催されている特別展ネオ月で暮らす展。宇宙飛行士の衣装を着たり宇宙食堂の料理人になりきるなど疑似宇宙を満喫した滝沢さん。展覧会を回ってみて宇宙に行けたらいいなから絶対行ってみせるに心が変わった。これからも自分なりに宇宙に関する情報を集めて宇宙に旅立つエネルギーにしていきたいと感想を語りました。